皆さんこんばんは。昭和歌謡パレードの時間がやってまいりました。司会の三雲孝江です。中山秀樹です。今夜も素敵なゲストの皆さんと素敵な時間を過ごそうということなんですが、はい、特別ですね。そうなんです、はい、今夜はですねこの方にお越しいただきました。ご紹介いたしましょう。なんと紅白出場43回は紅組歴代1位石川さゆりさんです。邪魔いたします。よろしくお願いします。お越しいただきました、はい、素晴らしいですね、はい、存在感半端ないですね。デブってこと？空気が違いますね。引き込まれるよね。いや本当そうです、はい、ありがとうございます。そしてしかもこうしたコロナ禍の中でお越しいただきまして嬉しい限りです、うん、いえいえ、もう皆さんどういうふうにお過ごしでしたか？ステイホームしたり YouTube 見たりいろんなことして過ごしてますよ、うん、そうですね。でもやっぱり歌を歌ってらっしゃる皆さんにとっては、うん、やっぱりそういう発表の場というのがだんだん狭まれてきたりっていう、なかったですね、苦しい時期でしたでしょ。去年はもうコンサートは全くゼロでしたね。2月まで、はい、2月までで、もう3月からはゼロ。うわ、本来ならばねお客さんの前でね、はい、もうファンの皆さんもすごい準備してたんですよね。そうですよ、もちろんもうリハーサルやって、はい、メンバーと一緒にこんなことやろうあんなことやろうって言いながら、うん、まあでもねやはりそういうみんなでこの状況を乗り越えましょうっていうことだったので、はい、みんな集まれないというので、うん、でもね、で4月くらいかな、ちょっと待てよ、みんなこうお家にいましょうっていうことで、うん、どこにも外にも行けなくて、はい、もちろんコンサートはできないんだけれども、うん、でもだからって歌を音楽を届けられないっていうことはないなと思って、うん、で、まあ、YouTube というのをそうなんですよ、ね、私初めて、ね、新たなチャレンジが始まりましたですよね、うん、でどうにかしてこう皆さんにね楽しんでいただこうと思って、うん、でって言っても外でね出てっちゃダメじゃない、はい、だからじゃあうちでやるしかないねって言ってお家でライブっていう、はい、うん、そのあたりのところもですね今日はたっぷりと後ほど、はい、そうですね、お伺いしたいと思っております。じゃあまずは最初にですね、はい、その YouTube でも大変人気になりました、うん、ウイスキーがお好きでしょう、はい、大好きな曲いいですね。なかなかね生で歌っていただくことはないんですけれどもね、うん、いやこれはもう本当レアですね。はい、はい、それではお楽しみください。さあここからはですね、うん、石川さゆりさんの、はい、なんと歌人生49年、はい、紐解くには大変ですよ。すごいですね石川さゆりさんですね、まあ、歌手人生を紐解く数字、まあ、最初の数字が1973ということなんですけども、うん、さあこれは何でしょうか、うん、これは私の歌のデビューですね、はい、1973年、はい、ですね、はい、49年前、ね、今年49年目です ね、 目 で、 すよね。でも一番最初は私このフジテレビ の、はい、光る海というドラマを木雅也さんの妹役で、はい、1972年に半年間トゥークールやって、それが一番最初で、で歌にデビューしていくんです。私見てました、ああそうですか、はい、もうそうそうたる明日さんとか、そうそう、でも会話してましたよね。そうですそうです、もうすごいセリフも豊島園の噴水広場で、そうですそうです、フジテレビの夏休み企画がありまして、はいはい、その中でそのちびっこ歌謡大会そうそうです、こちらに出演なさってるんですか。そうなんです、はい、中学生の時に、でそれで優勝して、なんかそういうこと言うのも恥ずかしいですねいやすごいじゃないですか。でそれ夏休みだったのに、うん、9月の頭に、うん、フジテレビから来てくださいって言われて、9月からフジテレビ通いをして、うん、もうじゃあいきなりこう生活が変わりましたね、そうですそうです、ね、で今日に至るので一体どうなっちゃったんでしょうかその感がすごいですけどもね、今日に至るまでが、でもそれがパッと目に入って、この子使いたいっていう人がいたわけですよね。それだけ輝いていたっていうことですもんね。いやなんだかもう本当に不思議な感じで飛び込んでしまいました、ね、うん、でもそのね、うん、豊島園が去年、うん、そうなくなっちゃったんです。閉館になってしまいましたね。そうだから私あの時も自分のホームページの日記に、うん、豊島園がなくなる、私はそこからスタートしたのにっていうのを書いたんですけどね、うん、感慨深いですね。そうそう、その噴水広場っていうところがなかったらきっと私はこの世界にいなかったんでしょうね。ねえ、いや本当でもそれだけやっぱり歴史を改めて感じますよね。
それだけの年月の間でいろんな社会現象が変わっていった中で、そうです、ずっとねいらっしゃるっていうことですし、変わらずということですもんね。変わらず、いやいや、でも久保さんも長いですよね。私結構早くから結構ねそうですよね、追いかけしてる、ご一緒してるような、それぞれ私が最初見てたんですよ。で77年に私社員として、はいはい、アナウンサーになったんですけど、その時にもう賞を取りになったんですよ、ね、津軽海峡冬景色の年ですね。すごい、だからお姉さんみたいな人、大人っぽいってこの人は。でもあの世代は同じ、私のがお姉さんです。なんて綺麗な方がこうやってアナウンサーやってらっしゃるんだろうって、うん、時間がないのでそういう無理な話はしないいやいやさあ続いての数字はこちら9。この数字は何でしょうか。 9?9 って言われたって、9、ありがとうございます。そうじゃないんです、はい、1977年発売津軽海峡冬景色で受賞した賞の数が、あ、そうですか、9、いろいろあったんだ、9つ賞を取られてるんです、うんうんうん、だこの数がやっぱりすごいですよね。エコ大とか、そうなんです、改めてそれ見ますとね、日本歌謡大賞、そして日本レコード大賞の歌唱賞に至るまで9つの賞ですよ。改めていかがですか。いや、ボンと正月が一緒に来たようでしたでもこの時まだ年齢で出しますと、あ、19歳です。19歳、はい、そうそう、仕上がり半端ないですね。そうだってさ、昔可愛くってこうお帽子かぶってね、白ハットみたいなのかぶってね、はい、うん、それがもういきなりこういう感じですよ。いやいや、で僕はだからテレビでその津軽海峡をね歌ってる、まあ、さゆりさん見てますけども、子供の時に、うん、もうすごいお姉さん、すごい大人だと思ってました。本当はおばさんだと思ってた、うん、いや、そんなことないです、そんなことですお姉様でございます。すごいね、綺麗に花開いてった時期ですよね。だんだん女の人になっていくっていうか、もう可愛いお嬢ちゃんって見てた人が、うんうん、え、まさかこんなに変身しちゃったのっていうぐらい、もう歌の力も半端ないですし、はい、かなり大人っぽい歌ですけども、当時どんな思いで歌われてました。いやいや、でもだからそこまで歌を理解できてたのか、これは阿久悠先生と三木たかし先生ですけど、夢中になって、ただひたすら夢中で歌いましたね。わあ、でもすごいですね。すごいね。だって一人でその寒い中でさ、上野発の夜行列車ですよ。そうなんですよ。降りた時からですから。今夜行列車ってあるんだっけ？ない、ない。もう高級なものはあります。そうですよね。そうだそうだ。ほとんどなくなりましたですよね。もうあけぼのというあの夜行寝台が、だから最終の電車が出るっていうと、私も乗りたかったんです、結構隠れこてっちゃんなんですね、私実は実際に乗ってみたかったんですね。で乗りたかったの、でもあれすごかったんですよ。もうダーって電話しても全然通じなくて、一斉にダンって売れちゃって、取れなかったんですか。取れなかったんです。もう石川だぞとか、夜行の夜行列車だぞ、乗れなくてどうするとか思いながら、もうそんなの無理無理だから、もうしょうがないから、ニュースで最後の夜行列車が、ずっと出てきます、さよならと歌いながら、私は帰りますと、もう帰るところもなくただ手を振っておりました。さあ続いてはですね、こちらの数字でございます。127、127、127って言った方がいいんじゃない。そうですね、あ、さっき聞きましたよ、私の一番新しい、はい、あの CD、 レコードって言っちゃいけないの、なん CD の、あの枚数です、ね、そうなんです、シングル枚数、リリースされた枚数127枚、すごい、これ、まあ、いわゆる127枚出てるということは、その倍以上は歌われてるということですからね。そうですね、はい、もう本当にいろんな歌をいただいてきました。だからね、今回のこのコロナでお家にいなきゃいけない時に改めて CD 聞いて、はい、いい歌いっぱいあるじゃないって、発見がいっぱいありました。いろいろいただいて歌ってる中でも、ビビッとこれはいくなとかっていうのは自分でも感じるもんです、歌ってね、人の出会いとすごく似てて、会った瞬間に大好きって思うのと、最初はなんかあんまり好きじゃないっていうのと、でも後にだんだん好きになる歌とか、いろいろあるんですよね。なるほど。例えばあの鳩橋しぐれなんかはどういった曲になるんですか。はい、これはね、あのまあ、津軽海峡冬景色をこの10代の頃にいただいて、それから
阿久悠先生と三木たかし先生に結構ガンガンにこう攻めていく感じの三連の歌をたくさんいただいてきて、で23で私結婚したんです、はい、もう別れちゃったんだけど、まあ、それで良いとして一人でボケとすごいいろいろありますね、さらっと挟む余地がないですね、挟む余地がない、そうそう、こんなのさらっと言った方がいいね、はい、それで、はい、子供が25から6になる頃に生まれたんです、で半年だけお休みをしたの、はい、で休み明けに仕事を始める時に、その時のディレクターが、さゆり今までのイメージをやはりちょっとせっかくこんだけ、間を空けたんだから変えてみようよっておっしゃって、着物着て歌ってみる気ない？でもっと攻め歌じゃなくて、ぐっとこう弾き歌に変えてみようよって言われて、レコーディングに入ったら、まあ、本当に難しくて難しくて、それまではもうとにかくガンガンにこう歌っていけばよか、若さに任せて歌っていけばよかったんですけど、はい、思いをためつつなる、こらえながらも歌うという、そうですそうです、だから私の中ではすごくこう大革命な歌だったんですね。いわゆる歌唱法も今までと全く違うんですね。そうですそうです、全然違うことを、でここら辺から吉岡治さんの詩に変わってくるんですけれども、新たなこう石川さんのスタートになったという曲、そうですね、はい、ですよね、それにしても、いろんな方たちが歌を提供してくださって、そして歌ってきましたけど、去年は本当に立て続けに大先輩の皆さんが亡くなられました、はい、特にね、ご婚姻されていた中西玲さんも含めてなんですけど、もうがっかり、ね、もうがっかりですね、でね、私ね、去年の秋ぐらいまでメールのやり取りもしておりましたし、風の盆恋歌はやっぱりいい歌ですね、はい、これはちょっと話聞かなきゃいけませんね、風の盆恋歌はね、平成元年ですね、中西先生に書いていただいた詩です、最初この歌じゃない全然違う詩を、もっと軽い感じのアップテンポな歌を書いてくださって、なんか私今はそういう気持ちじゃなく歌いたいんですって言ったら、分かったって言って、まあ、この風の盆というのがとっても中西玲さんお好きだったんですね、で毎年いらしてたんですって、でそれを歌にしてくださって、で実際に一緒に行ってみようよって言って、その風の盆も連れてってくださったんですけど、ちょうどね、玲さんが50歳のお誕生日だったんです、9月の1日、2日、3日の、お祭りなんですけども、やっぱり名曲とそして歌手の皆さんとのこの新しいものを作り出す上でのそのいろんなヒストリーというかドラマってあるんですね、そうやってできていくんですね、そう、もうこれだけでも1時間語っちゃうから、歌と歌い手の関係って面白くってね、私今回2020年大河ドラマ、キリンが来るというの、全然話が飛んじゃっていいですか、やらせていただいたんですけど、女優さんっていうのは、本当にその年を取れば取るだけ、その時の自分をお役に作っていけるんですよ、でも歌い手っていうのは、19の時に出した津軽海峡冬景色は皆さんその時のものを求められるんですね、でやっぱりもう若くないからねとか言われると、おいおいちょっと待ってください、10、20、30、40、50なんですよ、でもその中でやはり歌い手というのは詩とメロディーは絶対変わってはいけないんだけども、だから何かこう自分の生きている、そういうものが歌の中に反映することができたらいいなって思うんですけど、すぐ老いだとか言われちゃうんですよね、年だとか、そうですか、それってひどくないですか、ひどいです、歌い手そんなこと思ってないですよ、そんなふうに思ってませんよ、それは経験を重ねた、それはお優しい言葉ですね、いやでもね、みんなが同じものを求めて同じものを歌ってるんじゃなくて、またさらなる次のステップの天城越えってあるわけじゃないですか、そうだからこの格好で天城越えは28の時に歌ったんですけども、
28の時の天城越え、あなたを殺していいですかとかって、シェーって思うじゃないですか。怖、ね、えって感じですよね。そうそう、でももう少し殺してってそんなヒステリックに言わなくて、あなたを殺していいですかって、そうそういう変化はね、それ優しく言われる怖さですね、逆にね。だって今、ね、ウイスキーは、ね、お好きでしょのトーンでしたもんね今ね。やっぱ天城を超えるのは相当やっぱりね、きついですね。超えられないね、いろいろ超えたいけど相当ですよね。頑張りましょうね。歌手人生を紐解く数字、続いては11万。これはですね、あの石川さゆりさんの YouTube チャンネルで の、まあ、あの動画の再生回数すごくないですか。すごい方が、数の方が見てるんですよ。あのさっき言った何、お家でライブ、そう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 、はい、何回もやってますよね、もう今やね、うん、見てくださってるんだ、はい、嬉しいな。今日はですね、皆さんにもこちらの YouTube をちょっとご覧いただけると、まだ見てない方にね、どうぞ。はい、石川さゆりです、皆さん毎日をどういうふうにお過ごしですか。やっぱりこのままではいけない、もう音楽を皆さんに届けたいと思って、今回はあの YouTube チャンネルをスタートさせました、させます、今日からです。みんなに声かけて、一緒にいなくてもやはり今は文明の力がいっぱいあるから、それをじゃあみんなで結集してお届けしましょうということにしました。とにかく歌を歌います。どうぞ楽しんでください。ウイスキーがお好きでしょ、もう少ししゃべりましょう、あなたと超えたい、ご自宅ですか。お家です、もうだってお家から出ちゃいけないって言われたから。いや、でも本当に歌ってくれたんですね、お家で。いや、もうとにかく歌を届けたいと思って、で、皆さんきっとステイホームって言われて、だからみんなもきっとお家でつまんないだろうな、うん、だったらなんかこうこういう形でと思ったんですけどね。普段見れないものが見れるっていう、うん、まあ、このコロナだからこそご自宅っていうのがね、なかなかこう皆さん拝見できなかったと思うんですよ。自分の家なんて絶対皆さんに見ていただいたことないです。これ初ですか。ソファーが素敵だなとか見ちゃうわ私。見えますもんね。見える見える、ね、恥ずかしいよ。あとあの天城越えでね、あの最後のところでチャンっていう音があるじゃないですか、はい、普通楽器でやるじゃない、それを自分の手でこうやっちゃうんですよね。そうですよ、だって何か音を埋めなきゃいけないから。それがすごいな。なるほど、やっぱり体反応しちゃうんですね。そこで来ないとっていうのがあるんですね。音がやはりダタタタタンってやっぱり欲しいじゃないですか。音がいいですね。こんなにできないよって言ったって、ね、いい音でしょ。いい音、自分でもねこうやって音探すんですよ、考えながら。はあ、でこれここで行くぞっていうのがあるんですね。そうそうそう、決まるんですね、パッとこう。そうですね。さて2021年ですが、どんな年にしたいですか。うん、はい、どんな年って、いや、もうとにかくみんなが普通に毎日を過ごす、これがどんなに嬉しいことかっていうのを思い知らされたというか、うん、知りましたね、うん、去年、うん、だから今年は日常が本当にみんな取り戻せて、うん、私たちは思いっきり歌を歌いたいし、うん、聴いていただきたいなっていう、うん、そんな感じ。本当そうですね。あのね、私思ったんですよ、大きな会場でガーンって皆さんに聴いていただく、はい、これもとっても楽しいことなんですけど、うん、逆にもっとちっちゃなところで、あの少しの皆さんに歌うっていうのをやってみたいなって。ああ、なるほど。それすごい選ばれた人いいな。あの本当にアコースティックな感じで、うん、あ、そう、近い距離で、そう、うん、なんかそういうことが今年はやってみたいかなってふっと思いました、うん、いや、いろんなメッセージいただきまして、はい、もうお別れの時間近づいたんですけど、すごいですね、示唆されましたね。いや、すごいですね。あとですね、この石川さゆりさんのこの雰囲気とこのトーンですね、うん、なんか居心地が良すぎて
ふわふわしてます。皆さんそうだと思うんですけど、なんていうんですかね、さゆりさんのテンポの世界観があるんですよね。え、なんかわかる。わかります。うん、で歌は歌なりに激しいものもあるし、はい、自然なものもあるけど、喋るとこうなんですよ。そうなんです。なんでしょう、包み込まれるこの感じ。いや、雲の上にいるような、なんか俺の喋りはガサツだなってすごい感じながら今日トークを、菩薩様みたいな感じですよね。これも反省点、反省点です。どっか線抜けてるってこと？いやいや、そんなことない。優しい。いやいや、寛容であるという。最後にやっぱりじゃあ元気の出る曲を ね歌っていただきたいと思いますけれども、はい、さあ最後はですね、この曲なんですよね、石川さゆりさんの、まあ、明日は必ずという、大江千里さんとタッグを組んだ曲ですね。はい、大江さんが今ニューヨークに住んでらして、はい、ニューヨークに行った時に意気投合しましたね。いつか歌作りましょうって言ってて、そうだ、大江さんと私クロスっていうアルバムをシリーズで作ってて、はい、いろんな素敵なそういうアーティストと、曲を作るんですが、なんかこう、まあ、ネタって言ったらあれですけど、ファーッとこう手のひらに太陽みたいな、みんながこう元気になれるような、そういう歌を書いてくださいねって言って、書いていただいてニューヨーク行って一緒にレコーディングをしたんです。あ、そうなんですか。うわ、すごく楽しかった。ニューヨークで、だからその時は行けたんですね、ニューヨークに、ね、全然まだ、3、4年前だったので、大丈夫でした。今ニューヨークまた大変な時ですよね。そう、今大変、そう、ね、だからこそ今またこの曲の意味がなんかすごく大きく伝わる気がする。ねえ、そうなんです。いい日が絶対明日はやってくるよっていう、ね、はい、っていう思いを、まあ、今日はですね、はい、なんと特別バージョンでですね、本日出演者の他のゲストの皆さんにもご協力いただきまして、嬉しい、これ皆さん一緒に歌っていただけると嬉しいいうことなんですね、もうそういう歌にしたいなと思って作りました。大いに皆さんで歌ってほしい、はい、本当みんなで明日に向かって笑顔でやっていきたいですよね、そうですね、はい、はい。